ペノーズ山とは、アフリカ大陸のすぐ西の大西洋上に位置する、ソタベント諸島を構成する島の一つである、前を島に存在する山の一つである。なお、名称の、ペノソは、困難なや、苦しいといった意味のポルトガル語である、前を島の前頭地図、モンティペノソと書かれている場所が、ペノーズ山である。ペノーズ山は、前を島の中央部のやや東寄りに位置していて、 その山頂の標高は約437メートルである。この程度の標高であり、前オ島の中央部には他にもいくつかの山が存在しているものの、同等においてはペノーズ山が最高峰である。ソタベント諸島は基本的に火山性の島々であり、火山として形成された山がいくつも見られる。そして、この山も、 かつて清掃火山として形成された山だとされている。なお、ペノーズ山の南南東にはブランコ山が存在しており、どちらの山も開発などから保護されている。ペノーズ山の山頂の標高は文献によって違うこともある。例えば436メートルなどと書かれている例も見られる。マレー・スチュワート、アシュリング・アーウィン、コラム・ウィルソン。 ケープベルデ P201P202 ブラッドトラベルガイズ社2014年6月発行 ISBN978 から1から841624952マレースチュワートアシュリング・アーウィンコラム・ウィルソンケープベルデ P201 ブラッドトラベルガイズ社2014年6月発行 ISBN978 から1から841624952マレースチュワート アシュリング・アーウィン、コラム・ウィルソン、ケープ・ベルで P203 ブラッド・トラベル・ガイズ社2014年6月、発行 ISBN 978-1841624952、モンティ・ペノソイ・モンティ・ブランコ。ありがとうございます。